大阪府道、奈良県道8号大阪いこマ線は、大阪府大阪市から奈良県いこマ市に至る主要地方道に指定された府県道である。区間はガム4交差点から辻町インターチェンジで、起点では国道1号、終点では奈良県道1号奈良いこマ線とそれぞれ接続する。かつては大阪府内では、大阪府道十三号、奈良県内では、 奈良県道2号であったが、建設省によって、境界をまたぐ、都府県道が同一の番号になるように、都府県間で調整するように指導したために、両府県とも8号となった。国道1759号と大東市流間の間は、西行きと東行きに道路が分かれている。旧国道175から東は半な道路だったが、 1981年12月25日から無料開放された。大阪府道の部分に関しては、元は大阪電気軌道市場縄手線として計画、着工されたが、計画の廃止とともに道路に転用された。渋滞箇所でもある大東市赤い交差点付近をバイパスする道路が2009年3月30日に開通。バイパスのルートは大東市諸福から、 大東大橋を経て、同市山陽町までの約1 5トルである。このバイパスの開通により、奈良川から大阪へ向かう際も折り方向と同様に、国道170号、大阪外環状線、大阪府道21号や尾平方線などを経由する必要がなくなるため、時間短縮と渋滞の低減が期待できる。大東市、平野野新町付近。 生駒方面交差する場所の格好書きは地名。それ以外は交差点名で表示。ありがとうございます。